どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められたドラコモンというゲームをやっていこうと思います。先日のクソゲー選別生放送で視聴者さんから圧倒的1位の人気だったので、この16分間プレイしてみた、ダイジェストをまずはご覧ください。前編英語の RPG のため町人が何を言っているのかわけがわからない。どこかしらポケモン感があるなぁなんて思っていたら、博士がなんかポケモン的なやつを勧めてきました。それでポケモン的な画面で敵と戦い、敵を見事に撃破すると驚くことに一回一回広告が入ります。なんだかんだ草むらを越えて最初のダンジョンに突入。入ってみると広告が流れます。移動速度を上げようと自転車のボタンを押すと課金を促されます。物理的に自転車の購入を勧められました。この画面を閉じようとすると広告が流れます。何をしていいか分からなくなったので、もう一度村人の話をよく聞くことに。入ろうとすると広告が流れます。なんとなく話を理解したところで外に出ようとするともちろん広告が流れます。もうあまりにも広告が多いので機内モードで遊ぼうとするとオフラインモードでは遊べませんという非常な文字が流れました。これが16分間で起こった出来事です。はい、ということで、まあポケモンのパチモンゲームだということはよく分かった上でですね、このゲームを全クリして、ドラコマンマスターになったらどうじゃねえかということでね、ちょっと一から頑張ってみようと思います。はい、とりあえず来ましたね。大木戸博士です。こいつは、誰が何と言おうと大木戸博士です。とりあえずちょっとね、前回生放送だとこのマサラタウンから抜け出せられなかったので、で、あのこいつらね、マジでちょっと何言ってるか分かんないですよね。英語ちゃんと勉強してりゃ分かったんでしょうけど、まあとりあえずあの装備はあのちゃんと装備しないと意味がないよっていうのを今言ってましたけど、こいつらマジでさ、ドラコモンっていうのは分かんない。青い文字のドラコモンだけは読めるのよ。だからそれ以外がちょっともうよく分からんから、あ、オカシティね、オカシティだよと、ドラコモンはオカシティだよっていうことを今言いましたね。で、あのここにはですね、これ分かったのよ。あの生放送で言ってたんですけど、こいつあめっちゃ動くやん、あのツインブラザーって言っとるから、あの双子がおるよと、っていうことを言っとるんです。で、なんか手紙書いたからなんか渡してくれませんかみたいなことを言ってると思う。で、あの手紙を受け取ったよと。だからどこかしらにこのハゲと全く一緒のやつがおるはずやから、そいつ手紙を渡してねというミッションを今仰せつかりました。で、イブイタウンって書いてあったんで、まあ多分そこにいるんでしょうね、ハゲがね。まあ なので、でこれは釣りの道具がないと釣れませんよと、なんか光っとるけどね。とかなんとなく理解しながら行くしかないんですよね。とりあえず、大木戸博士から、人影、不思議だね、ゼニガメのどれかを選べと今言うとりますわ。でもう僕はあのポケモンね、あの赤緑やってましたけど、赤でも緑でもね、青が一番強いだろうってことでね、ゼニガメ選びましたんで、ちょっと今回もね、あのゼニガメでポケモンマスター、ポケモンじゃないドラコモンマスターをね目指していこうかなと、思っております。本家だとね、こう名前を付けられたりするんですけど、このゲームはねそういう機能が実装されてないので、あー出た、そう、あの思い出した、生放送16分やって敵がね、このホワイトゼニガメしか出てきてないのよ。で、まあまあ、あのゼニガメの泡がねめちゃくちゃ強いんで一発で倒せるんですけど、こいつ以外おるんかなこの辺で、あ、で報告、しもうとりあえずちょっとあんまり分かってないけど、ダンジョンを、探索していこうと思います。まあ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 、ありがたい5秒広告でもない。よし、で、あのなんか宝箱あったりとかもろもろあるんで、まあ探索からですね。まあまあワンパンできるんでね、苦ではないんですけれども、いやどう考えてもレベル上がらなすぎやないかっていう、どうしよう、広告がもうちょっとやべえっすね。もうこれさ、敵と戦うのさ、もうここの場面はまあいいとしてさ、泡吐くでしょう。とりあえず泡吐いたらもうバーって終わって、でまたすぐ広告流れてっていうのが繰り返されるから、もう広告のが長いまであるんですよね。よし決めた、俺はドラコモンマスターになるんだね。GO プレミアムっていうのがありますんで、あ、広告消しと自転車一緒なのかこれ。あ、それならありがてえな、370円、お安い。だって今のご時世さ、ポケモンの赤緑買おうとしたら370円ぐらいするからね。しかもあの頃なんかもう白黒なのが、もうこれゲームボーイカラーレベルですから、もう最高だよね。はい、来ました、
なんか絡まれたんすね。親父飛んでみろやと、おい、そのメガネと共に飛んでみろやと言うとりますわ。助けて、僕は飛べないんだ。なるほど。おい、お前色が汚いな、僕が懲らしめてやる。なるほど、っていう感じで、あの、まあ、ニュアンスですけどね、多分ちょっとは違うと思いますけど、大体合ってますんで、ちょっと戦って、あー、なんか岩っぽい属性のやつだけど、水そんな効かないですね。これなんだ、効果抜群だとかねえのかな。まあ、とりあえずまあまあまあ、素早さこっちの方が早いんで、まあ勝てた感じですね。はいはいはい、ありがとうございます。これボスなんかな。いや、これでもさ、レベル上がらんからな。そんなにレベル上がらんゲームかね、これ。まあまあいいよ。逃げた。あ、で、助けてくれてありがとうみたいなことを言っています。早く go back the love。あ、ラブはあの、あれです。大木の博士がいるところですね。それだけは、あの、一応ね、ちょっとは理解しながらやっていかないとね。お、広告ない、広告がない、最高、普通のポケモンとして遊びますね。そして帰り道は段差があるから早い。あ、全然あの他のドラゴモンに出会わずに行くことができますね。あ、いない、大木戸博士おらへん。ソーリーアバウト、なんだろう、ちょっともうわからんな。アイテム、ディスアイテム、あ、クリア、やった、今モンスターボールだよ多分、一緒のやつ。あ、これで多分いろいろあのドラコモン仲間にできる感じですわ。あ、これでこっち行けるようになってんのか。え、どういうこと。森に出ようとしたらドラコモンデブが来ましたね。え、 Your progress? ちょっとわからんな。 We can thank you enough for your support。 お前のサポートできへんぞ。おい、ちょっと待って、なんかめっちゃくれるやん。え、ちょ、なんやったん今の異空間。ちょっと、まずさ、一回捕まえたいのよ。そうそう、このまずホワイトゼニガメを捕獲したいのよ。あ、やばい、死にそう。ちょっと待って、あ、死んだ。ちょっと待って、回復とかだってしてないもの。え、これ死んだらどうなんの。おじいさんと一緒。ちょっと待って、こいつ復活能力あんのか。ちょっとよく分かってないか。あ、でももう体力は満タンっすね。ドラコモンはまあ死んでもまあ生き返るよっていう感じだね。まあまあまあ、ポケモンもそうだっけか。だから最初の戦闘のやつだけは体力満タンだっけか。なんか1で回復したようなイメージだったけど。だってマジ強すぎやろ。レベル1個の差でこんな強さの差出る。ちょっともうギリまで弱らせて、ちょっとテームボール行きたかったですけど、ちょっと行ってみましょう。あ、どっちがいいやつ、どっちがスーパーボールか分からんけど。あ、こんな感じ。え、これなんやろ、サファリパーク的なノリかな。え、これもう仲間できてる感じ。できてますね、できてますね。こんな感じない。あー、なんかこれ体験したらモンスターボールのあのクイ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 ってあの動く演出とかも、あー、すごい秀逸だったんだなーっていうのがよくわかりますね。なんかぬるーっとぬる、あ、寝ることもできんし回復がないんだよね。あのポケモンセンターみたいな、ドラコモンセンターみたいなないの。あのジジイはどうだ、なんかやってくれたりしないのか、回復的な。あー、イブイタウンに行けっていうだけやな。ちょっとあの今実験的にですね、回復がないんで、あのあえて無謀な戦いを挑み死んでみて、これであの戦闘だけじゃなくね、あのこちらホワイトゼニガメも体力が満タンになっているかどうかの実験よ。あ、いけますね。あ、なるほど。あの、このゲーム回復とかはねえけど、あの、死ねば勝手に回復するよっていうクソ仕様ですね。ちょっととりあえず早くさ、マサラタウンにさよならバイバイしたいわけよ。こっちとしては。ホワイトゼニガメにさ、めちゃくちゃ、あの、行く手を阻まれとるのよ、今。レベル1個違うだけで、どえらく強いからね、マジで。これ結構、やっぱレベルは、あ、ゴール？あー、ゴールだ。あ、イブイタウンだ。あ、急にチャリ降り、あー、大木戸博士だ、早まるな、早まるな大木戸博士。え、なんて言っている、なんて言っている、
うん、ちょっともう長い長い分は捨てる。あ、ドラコモンは分かった。はい、ドラコモンは分かった。はい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 。なんて言って、おお、待ち焦がれていたドラコモンセンターと、あー、ショップもあるね。はいはい、なに、それだけにあいつこっち来たの。家で言え、ラブで言え、お前それ。さあ、ドラコモン、あ、6タイプのドラコモンがいるのを知っているかいっつってるね。あー、6種類なのね。あー、わかりやすい。あー、これでまあ6個やから属性も多分結構わかりやすく作ってあるはずですね。あー、はーはー、だから回復薬もろもろですね。テイムボールもここで買えますよと。オッケーオッケーオッケー。はー、なるほど。オカシティに多分こっちで行けるんだけれども、まあこの町の何かしらを解決、イベントクリアしないと俺は解かねえぞと言うとりますね。なるほど、意外とこれマジで英語わかんなくてもなんとかなりますね。あ、ヒールか、ヒールマイドラコモンだ。だから回復してる、あ、回復してます。なるほど、あ、オッケー、もう完全にこれポケモンセンターですわ。オッケーオッケー。重要人物がどこかしらに、あ、ハゲじゃないこれ、これは、ハゲだハゲだ、びっくりマークが出てくれる。あー、手紙を渡したよーと。あー、お手紙返ってきた、めんどくせえ。お前らメールとかねえのかよ。し、もう鬱陶しい。さあバイク便でーす。バイク便がやってきたよ、ハゲ。さあ、これで、もういい、もういいよ。もう手紙いいからね。あ、サンキューソーマッチ。あ、オッケー。終わりっぽい。あー、なんか、しょぼいアイテムゲット。しょぼいのか知らんけど。あー、そしてこっちのおばさんもなんかね、結婚指輪落としたって言ってたんですけど、宝箱にご丁寧に入ってたんで、ダンジョンの。それ、あー、渡せますね。はいはいはい、それを渡すとどうなるの。あー、回復薬3つか、いらねえな。うん、宝箱に回復薬3つ入っといた方が嬉しいな。あー、よかった、ホワイトセニガメ以外の敵がちょこちょこ出てくるようになりましたね。さあ、これで、あ、しかも、効果は抜群だが出てるから、岩タイプは草に弱いんだな。それは分かりました。さあ、どうだ。ドラコモンゲットだぜ。ということで、フジナッツの冒険はまだ始まったばかりなのであった。次回へ続く。